所に今日もみんなのお尻に火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、こんにちは。今日も今日とってモー君です。よろしくお願いします。お願いします。はい、おなじみのモー君ということで、はい、はい、今回もやってきたんですけど、実は、前半はですね、はい、モー君が美味しそうなね、女子受けって言ってるんだよね。女子の視聴者獲得しちゃうぞっていうね、女子受けを狙った違う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 辛いな、マーボー、マーボー、うん、はい、チーズだっけ、マーボーチーズ、はい、そうね、めちゃめちゃ美味しかったです。あれうまかったね。めっちゃうまかったです。うまかった、やばいですよね。でチーズ好きにはたまらないですよ。たまらん、はい、めっちゃ美味しかった、めっちゃ美味しかったです。それをまあ食べてるんでね、様子は前半の様子はもう一回概要欄に貼っておきます。はい、何やってんの俺、中身食べたぞ。え、食べてる、食べてる、びっくりした、びっくりした、急に、びっくりした、急に育ちいいんだけど俺、育ちいいんだけど、スネオだな、スネオスネオかと思ったよ急にストリートラッパーみたいなのし始めて、ヨーみたいな試合で、試合ディスってるから、試合、試合、試合、ここのお店がですね、ファーイーストクイジンさんに来てますと、はい、こちら、エンペン石焼き麻婆豆腐ということで、はい、麻婆豆腐じゃなくて、石焼き豆腐、石焼きと調べました。スス、はい、スス、はい、スス、はい、スス、すごいいい香り、すごい香辛料と香味野菜を、香味野菜に入れたんですよ。絶対うまいですね。ありがとうございます。すごいね、うまそう、だけどうまそう、うまそう。あ、これライスだったね。あ、モークの分もあるよ。いや、これうまそう、絶対に合うわ。これうまそうっすね、やばい。はい、なんかもうより麻婆豆腐よりもご飯が通ったりしますね、うん、じゃあ早速ね、冷めないうちに食べていきましょうか。はいはい、いただきます。いただきます。手並み入ってるんですよね、皆さん、どうぞどうぞ。はい、うまっからですよこれ。なんか麻婆豆腐って、はい、なんかこのスープがあるかと思うけど、これ麻婆豆腐じゃないか。麻婆豆腐、そっか、エンペンか。エンペンだからこれないのか、汁そう、石焼き豆腐ですから。はい、そうですよ。この醤油の香りと香味野菜の香りが多分すごくいいと思います。わー、確かに、はい、風味がめっちゃします。いただきます。うん、超うまいでしょ。うまっうまいでしょ、うまいでしょ。すっごいご飯に合うんですよ。うん、めっちゃご飯に合うんですよ。うまっなんか超うま辛の極地って感じしましたね。うま辛極地見えてねえからさっきのチーズのあれ、石焼き麻婆も美味しかったですけど、さらにうまい。はい、さらにうまい、さらにうまい、さらにうまい。こっちの方が好きです、はい、僕。あ、本当ですか。これうまいわ。あ、これちょっとピリ辛具合が、あ、ちょうどいい、ちょうどいい、しっかり辛い、しっかり辛いんだけど辛すぎなくて、でもこれ結構子供でもワンちゃんいけるんじゃないかなってぐらいの辛さ。子供にはいけない、結構辛いなんでいけるよ、いけない、いけるよ、ちょっと辛いから、いけるよ。なんかそんな情弱なんか、最近の最近の子供は、うん、これいや、うまいよ、これ美味しいですね、美味しい。うん、青唐辛子入ってます、これ本当だ。ほんまや、しっかり辛さの源ですよ。じゃあそこだけ食べる。いや、いいっす、いいっす、いいっすどう、どうどうどう、辛い、あ、これ辛いんだ、これやばい、あ、これ辛いんだ、一気に来たなんかそんなに辛くない感じで行って結構辛いんだ。うん、ね、しっかりもう最初の段階でもうノーガードだったから。ノーガード。普段は洋式を着てるので、こういうのね、そうだね、こういうスタイル、そうそうそうだね。なんかそうさ、古い謎のゲームみたいな時、すごい古い。今日は美味しく食べれそうかなと思ったらいきなりボーンって。何を思ってる今？いきなりね、いきなりね。ちょっと僕も大好きです。すいません、うまいから。ライスあるんで。うまっ。うわこれ最高、最高、これ最高、これちょっと食欲そそる。なんかこう学校でこういうねお弁当だしね、お母さんが作ってくれたらもうほんと多分この友達にね、俺もちょうだい、俺もちょうだいって言われた。なる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 、なんでお母さん本格中華作るんだよなるけどさ、実は違う、バーバーってエンペンから来たわ。びっくりするよ。炎の料理人。
それはね、みんなね、こぞってね、いやこんなの出たらそれ喜ぶよ、これこれね、もう2倍もそうですし、味も本当に香味野菜やばい。うん、これうまい、本当にうまい。うん、中国の有名なホテルの料理長の方が今ここの料理作ってるんですよ。だからか、はい、だってね、お店の名前に美味って美しい味ってつくからね、その名の通り、めっちゃうまい、めっちゃうまい、これうん、これうまい。醤油のね、この香ばしい香り最高っすね。うん、あ、幸せ。しかも、ただなんか中国人の方が作ってるんじゃなくて、日本人の店長を起用して、うん、日本人の味にもちゃんと合わせたような料理を作っていこうって方針だから、我々の口にもちゃんと合うんですよ。どうせ愛情感じますよね。愛情感じる。これリアルにうまいですね。うまい、リアルにうまいですね。マジでやばい。過去一ぐらいで下の油っぽいと思う。油がめっちゃ香りもついてる油でしょ。あ、そういうことか。はい、うわー、美味しかった。ごちそうさまです。ごちそうさまです。珍しいですよ、これ。モー君がこんなに、だってさっきのチーズのやつの時ご飯食べてないですか。なんかあれはあれで完結してるんですよ、もうあれがもううまいんですよ、うん、ただこれはこれもすごい美味しいんですけど、ご飯が食べたくなるよっていう感じの美味しさなんですよ。のっけて食べたいじゃないですか、これ。いや、マジで美味しい。この程よい辛さがいいな。ちょうどいいっすね。週1ぐらいで食べる、食べたい。確かに確かに確かに。家近かったら通いたいですもん、うん、僕だってここに来るまで1時間半かかるんですけど、マジで10分ぐらいだったら毎回昼飯で行きたいですね。お酒のお供にいいっすね。あ、これお酒合いそう。ビールに合いそう。ビール合いそうっすね、これね。めっちゃ美味しい。わ、ご飯食べちゃった。うまい。ここで一発やっていきましょうか。やっていきますか。はい、ここで来ましょー。シュータイム。来る来るの。おお、塩っ気タイム。ビチョコ。あ、出ました、ビチョコ。いいっすね。これは欠かせないですよ、代名詞だから。いいっすね。ビチョビチョ。今水で濡らしました。言うな、言うな。汗だよ、どうじゃ汗だよ。汗、汗、汗。汗だよ、汗です、汗です。そんな苦戦しないよ。そうです、そうです。いや、香りすごい。これは本当に美味しい。うん、お、うん、ラストだ。うわー、食べた。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、というわけで炎天石焼き豆腐、はい、めちゃくちゃうまかったね。いや、僕本当にこんなにうまいの食べて久しぶりですよ、もうね。もうなんかここでシンクロしたの。めちゃくちゃ美味しい。えぇ、ー、えぇ、ー、えぇ、ー、何これって思って初めて、なんかモー君と通じ合えたような。いや、前から通じ合ってますけどね。まあ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 、ちょっと言うね、カメラの中もまあまあ、そうそうで。恥ずかしいよ、恥ずかしいよ。誰か止めて。誰か止めて。まあそんな感じで、はい、まあ美味しくいただきました。まあ今日は、はい、まあ激辛と思って来たんですけど、はい、まあ、うまかい、もううまさがもう際立って、もうだからこの辛さレベルで言ったら、まあ4とか、そうです、少ないかもしれないですけど、4ぐらいですけど、うまさレベルはもうマックスの10です。うーん、いや、もうマジうまかった。感動した。これが本当にやっていい、本当に収集できる、本当に、はい、まあ、上野なんでね、結構アクセス的にもいいと思う。駅から3分ほぼ3分ぐらいの、3分ぐらいですね。で、4月1日からぜひリニューアルするんでね、皆さんいかがでしょうか。今回出演していただいたモー君のチャンネルは概要欄に貼っておきますんで、チェックしてください。チェックしてください。そしてもしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。恥ずかしい。美味しいと思った方もグッドボタン。美味しそうじゃない、美味しいじゃない、美味しいから。美味しそうだなと思った方もグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。うまかった。うまかったです、本当に。連編だけに、エンペンだけに、エンペンだけに、エンペンだけに、エンペラーのね、うまさも。ひどいな、ひどいな。カットしてね。チャンネル登録。